私の名前はニコ。天と地の狭間、眠りの世界に住む妖精だよ。ところでさ、玉まゆ物語って知ってる？森をさまよう化け物の群れ、結界に身を潜め怯えながら暮らす人々、そんな時代が長く続いてたんだって。ところがその化け物の群れはたった一人の狩人の活躍で全部異次元の森に封印しちゃったっていうんだから、驚いちゃうよね。時は流れ、物語は伝説へ。長い沈黙の時を経て、ついにその封印が破られようとしている。だがしかーし、何終結の時再び来たれる闇の魔の手から世界を救え。近頃巷をにぎわすこの求人広告、一攫千金、地位も名誉も思いのまま、今日から君も英雄だっていう触れ込みなんだって。魔法だのモンスターだの、そんなのいくら詳しくったって女の子にはモテないよ。むしろ引くね。じゃーん、この子が今回の主人公。名前はカフー。伝説の繭使いに憧れるごく普通の男の子。それって普通かな？まあ普通かどうかはさておき、かくしてカフー少年は憧れの神殿を目指しましたとさ。果たしてカフーくんの運命やいかに。すっげえ、部屋の中にワープしたよ。これも魔法の力なのかな。中は意外と狭いんだね。繭使いになるにはどうすればいいのかな。誰かに聞いてみるか。ねえねえ、君の横にあるそれ何？それ掲示板っすよ。初めてですか？うん、来たばっかなんだ。どうやって見るの？ライセンスがないと見れないっすよ。なんだお前、見かけねえ顔だな。ルーキーか？僕カフってんだ。よろしくね、おじさん。そりゃあどうかな。いきなりよろしくって言われてもな。どうして？そう簡単に信用できるかよ。ま、いいネタ聞きたきゃ根気よく話しかけてみな。ねえおじさん、繭使いになるにはどうすればいいの？繭使い？それいつの時代の話だ？俺たちは魔法衆よ。魔法衆？それって繭使い？超繭使い？それはもう超ハイパーな繭使いよ。覚えてるね。ちなみにお前、ライセンス持ってんのか？ライセンス？ないよ。そんなの必要なの？当たり前だろ。よくぞの間に行って修行しな。こんにちは。ここはなんか売ってんの？ここは情報交換の場所っすよ。掲示板を使って個人的な仕事の依頼を受けたりする場所っす。それってアルバイトみたいなもの？そうっす。銭のいい仕事、やばい仕事が多いっす。あ、それから情報入手のコツはまめに話しかけることっすよ。思ったより狭いんだな。坊や、ここは初めてかい？おじさん、族長さんはどこ？僕、繭使いになりたいんだ。凪の人たちはもうここにはいない。私と妻にこの神殿を託して遠く旅立っていったよ。今は私が一人でここを守っている。え？おじさん、もしかして伝説の繭使いレバントさん？誰が伝説だって？この通りまだ生きてるよ。あれからどれくらい生きてきたかもう忘れちまった。普通の人間ならとっくに死んでてもおかしくないな。おっと、悪い癖だ。人を見るとつい話し込んでしまう。もう少し付き合ってくれるか。彼氏者って死なないの？死ねないっていうのが正しいかな。私の体にはケムエルが、竜神が宿っているんだ。森の神エルリムの守護竜だよ。以来永劫神殿の封印を守る。それが私の使命ってわけさ。どうして大勢の繭使いを集めてるの？マントさんがやっつけちゃえばいいのに。異次元に封じた聖魔が厄介な変異種を生んじまってね。凪人たちはそれを戒めの種と呼んで恐れていた。聖魔たちは異次元の森の環境に順応し進化したのさ。我々はそれをカルマと呼んでいる。とても数が多くてね、私一人の手には負えない。みんなの協力が必要なんだ。そいつら強いの？凶暴で知恵もある。厄介な相手さ。じゃ負けないように強くなんなきゃ。つうか僕強くなるよ。父ちゃんと約束したし。父ちゃんか。お前の父ちゃん強いのか？すっげえ強えよ。げんこつおっきいしさ、声もでかいの。おめえも早く一丁前の男になれってさ。そうか。じゃあそろそろ修行を始めよう。名前は？僕の名前はカフ。いっぱい練習してレバントさんみたいに強くなるよ。よろしくな、カフ。まずは私からのプレゼントだ。受け取ってくれ。それは魔鋼人といってね、人が聖魔と戦うためのたった一つの武器さ。ゲヘナの古文書を解読して編み出した魔法の陣形だよ。それがあれば聖魔術が使えなくても聖魔を自在に操れる。すっげえ。これもらっていいの？ありがとう。まず手始めに異次元の森の歩き方から覚えてもらおうかな。ただ森に興味ないなら無理にとは言わないよ。近頃の若者はせっかちなやつが多くてね、ものを教えるのも苦労するよ。ほら、門が光ってるだろ。それはクマーリの門。そこから中に入っていくんだ。門の前でボタンを押すと移動先を決められる仕組みさ。さあやってみよう。なんか変な草がいっぱい生えてるね。ここは時空に浮かぶ島、異次元の森だ。聖魔たちはオニカズラという植物に巣を作る習性がある。森に入ったらまず聖魔の巣を探す。これが基本行動だ。聖魔の巣？オニカズラ？それってどんなもの？木の？オニカズラは森の植物の中でもひときわ大きな植物だよ。それは鼓動しながら発光する大きな植物だ。早速探してみよう。もし迷子になったら魔鋼人のボタンを押していつでも私を呼んでくれ。それはヒメカズラのつぼみだよ。鍵胞子を使えばつぼみが開いて中に入れるんだ。そのつぼみを開くためにはまずオニカズラを探す必要があるんだよ。オニカズラは鼓動しながら発光する大きな植物だ。早速探してみよう。これかな。レバントさん、これのこと？そう、それがオニカズラだ。聖魔たちはそれを巣穴にしているんだよ。さあ、中に入ってみよう。この森には聖魔はいないから襲われる心配はないよ。すげえ、なんか音が聞こえる。生きてるみたいだね。もちろん生きてるさ。ここは異次元植物のオスの株の中だからね。オス？じゃあメスもいるの？その通り。オスをオニカズラ、メスをヒメカズラと呼んでいる。この植物について詳しく説明してもいいんだが、どうだ？興味あるかい？この植物はね、異次元空間に島を作るつがいの植物なんだ。オスのオニカズラは胞子を育み、メスに種を与える。メスのヒメカズラはオスから胞子を取り込んで異次元空間に子供を産む。生まれた子供は異次元空間に新たな島を形作る。そうやって増えていくんだ。ヒメカズラの根はそれぞれの島と島をつなぐ時空トンネルになっている。この異次元空間はたくさんの島がつながって深い海藻を作っているんだ。オニカズラとヒメカズラは異次元の島を結ぶ鍵と門の関係なんだよ。それで僕はどうすればいいの？この中には聖魔が集めた宝石や薬草が落ちている場合がある。森で生き残るためには大切なアイテムになるからね。まめに拾っておくといいぞ。じゃあ早速この巣穴の中を探してみようか。ピンときたら近くにアイテムがあるっす。アイテムを拾うときは丸ボタンを押すっす。拾ったよ。なんだこれ、変な卵。それは聖魔の卵さ。拾った卵は神殿で孵化してやろう。すっげえ、初めて見た。聖魔って卵で生まれるんだね。よーし、いっぱい卵を見つけていろんな聖魔育てるぞ。卵を探すのは自分の戦力を整える手段の一つに過ぎない。我々魔鋼衆の目的は闇の聖魔カルマの浄化だ。いいな。一匹でも多くのカルマを浄化するためにもできるだけ深い階層を目指すんだ。次の階層へ進むには出口の鍵が必要になる。ほら見てごらん。なんだこれ、変な玉が出てきたよ。それは鍵胞子といってね、出口になるヒメカズラのつぼみを開く実だよ。要するに次の階層への鍵みたいなものさ。鍵胞子を探すときは光るおしべが目印だ。よく覚えておいてくれ。さあ早速鍵胞子を拾ってみよう。拾ったよ。どうすればいいの？じゃあ食べてくれ。遠慮せずぐっと一気にね。これって食べ物なの？食べると体からヒメカズラを刺激する匂いが出るんだ。匂いに刺激されてヒメカズラのつぼみが開くってわけさ。ふえ、まずそうだよこれ。一気に飲んじゃえば平気だよ。男の子だろ。魔法省って結構大変なんだな。ん？ねえ、なんか甘い匂いがする。君の体から邪光胞子が出てるのさ。さあ、次は出口を探そう。今頃外ではヒメカズラのつぼみが開いているはずだ。早速外に出てヒメカズラを探してみよう。ほら、光ってるだろ。これがつぼみの開いたヒメカズラだよ。この中を通って次の島へと進んでいくんだよ。